はいよー、のびちゃんねるたけちゃんでーす。ございます。本日ゴールデンウィーク出店5日目でございます。はい、おいったのゆうたくん学校に送ってきたんで、ゆうたくん今日一日頑張って、また連休になってお仕事になるんで頑張ってきてください。はい、行ってらっしゃい。頑張ってね。はーい、ゆうたくん学校に送ってきました。すごい。あのね、今からまたママちゃんとお兄ちゃんと一緒にね、現場の方に向かいたいと思いますね。早いな、5日目は。うん、ああ今日も頑張って、天気いいしもね、風強いな。でもな、うん、じゃあお兄ちゃんと合流してね、ちょっとせてって鹿島さんの方に向かいたいと思います。今かい。はいよー。じゃあね、今日お兄ちゃんと一緒じゃなくてママちゃんと一緒に出勤します。じゃあ裕太君を送って、今お兄ちゃんはまだ来なかったんで、ママちゃんと2人で初めに現場の方に向かいたいと思います。いや、今日も一日頑張りましょう。あとお兄ちゃん来たら挨拶ですね。はい、すいません。はいよー、じゃあね、現場の到着しました。はい、ママちゃん現場到着したけどよ、なかなか風強いな。え、鯉のぼりが横向きになってるな。芋屋さんはまだ来てないよ、それ。いや、とりあえずね、まだお兄ちゃん来てませんけど、ママちゃんと一緒にお店の方開けたいと思います。じゃあ、風強い、マジで。ちょっと風で、強風に注意しながらお仕事します。はいはい、ではね、天気予報やってまいりましてね、はい、私ものづくり、はい、ママちゃんにちょっとシート剥がしてしてもらって、風強いでね、シート一人で畳めないんで、ちょっとママちゃんと一緒にシートの方ね、畳んでしまいたいと思います。いや、本当に今日天気いいな、これ。天気はいいんだけどさ、風が強くて、お客さんいっぱい来るのかな。まあ、一般の車両も多いけど、やっぱね、トラック関係も今日の朝も多いんで、今日仕事の人結構いると思うんですよね。仕事の人たちもね、事故のないように頑張ってほしいですね。私も事故のないように頑張ります。あ、それと頼むと今、OK、じゃあ頼みます。はい、はいよー。じゃあお兄ちゃんも出勤してまいりました。おはようございます。朝からね、酸っぱいもの飲むだな。めこれ寒いんだ、アドミンの半端で疲れ溜まっちゃったな。そうだ、あと今日ケンちゃん来たらね、とりあえずフルメンバーなんで、今日も私とママちゃんとお兄ちゃんとケンちゃんの4人体制で頑張ります。じゃあケンイジ来たら、ケンイジ1人体制じゃないの。あ、そうか、ケンイジ来たらじゃあケンちゃん1人体制な。あ、オッケー、わかりました。でお兄ちゃんが言っております。はいよー。じゃあね、今ちょっとセデッテ鹿島さんのね、本店のあの本館の方に行ってね、はい、朝食買ってまいりました。ででん、これここに来ると毎回食ってます、これとこれ。なんか毎回同じのばっか食ってたな、うん、まあいろんなの食うけどな、うん、朝はこのおにぎりで、昼は弁当食うが食といってるな。とりあえず今日も朝からおにぎり食って頑張ります。はい、はいよー。じゃあね、はい、なんかうちのふみちゃんこれやってまいりましたね。なんだハザードつけてバックしてんな。まあとりあえず、はい、ひたいスイピッシュふみもさん遊び来たんで、ちょっと登場するの待ちたいと思います。はいよー。なんだかどうしたの。完全オフだよ、完全オフ。ちょっとふみもさん今日攻めすぎだ。攻めすぎ、攻めすぎ。だってこれ透けてんもん。あ、透けすぎ。あ、ダメよ、透けてるってのモザイクかけてこの卑猥な野郎が。はい、あ、どうも今日お天気もよく。お天気もですね。どうもふみちゃん先生、はい、先生お疲れ様です。はい、はい、視聴者さんに呼ばれたんで。あ、そうなんですか。ね、まあ、とりあえずね、ふみもさん来たんで、ちゃんと視聴者さんと仲良くふみもさんと喋りたいと思います。はい、じゃあとりあえず俺一服かますから。はい、じゃあまた。自由だな。あ、自由だよ、フリーダム。はい、はい、じゃほら、あよー。じゃあね、はい、視聴者さんの、はい、完全に握手。先輩、あ、なんでどうしたの。あ、ねえ、ほら、どうしたの。離れ、アローオルファ。久しぶりってことね。おい、今ハグしてた。あーっと取れた。はい、はい、前回はあの登場していただいた小野寺さんでございます。どうも、はい、ご無沙汰しております。ありがとうございます。あの、はるばる4時間も5時間もかけて遊びに来る視聴者さんでございます。ふみもさんと連絡取ってたんですか。そうです。
僕に会いたいって言うからほら本当に本当いや俺だ本当だよねみんなにみんなに会いたいって、ね、いや本当に素晴らしい視聴者さんなんだな素晴らしいね本当ねありがとうございますもううちらのファミリーだからね視聴者の皆さんファミリーだそうだねちょっと微妙じゃないどうしたんですかあのね攻めすぎ攻めすぎだねこれ攻めすぎ攻めすぎだよ何それおかしくねおかしくねおかしくねあのスタンダードデフォルトかっこいいかっこいいデフォルト状態俺の次にかっこいいあそうねあ間違えた俺の次小野寺さん、ね、この次に久美子さん、ね、それでそれでいいまたこの続きはまたまた後でじゃとりあえず久しぶりの再会なんでねはいはいはいじゃあね駐車場でひららひららと喋ってたらねはい来ましたおはようございますおはようございます金一さんおはようございます駐車場だよめふみふみちゃん先生の視聴者喋ってたっけ聞いちゃったどうした疲れた顔して疲れました疲れたのかなんでふみもんさん見て疲れたのかな、はい、ずっと疲れたんで帰りましたいや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 おいでかないでおいでかないで俺つまりしてくれないそっかとりあえずあの飽きたからほら視聴者さん来てくれからよすげえべえよやべえべえ今回はラッパンだぞ毎回違う車で僕が来たんだそうケンちゃんに磨いてもらいたいの本当はね腕で磨いてもらいたいの腕だったと思うあどうもケンちゃんに会いたい体の調子大丈夫ダメですダメですアルテンドリーってブレブレなくてなんかブラック企業にいるっちゃう話だ大丈夫ですかダメです連れて行ってください俺ダメ逃がさねえぞこのとりあえずねはい3つの他でヘラヘラ喋っとるやつからまたじゃあねはいよじゃあテントに戻ってまいりましたね明日金井さんに渡してくださいわかりました、はい、先ほどの小野寺さんがねこれみんなにお土産持ってまいりましたすごいすごいえっ、はい、ですかすごいからこれはすごいねこんなのさすがニューヨーカーバックまで作ってきちゃったよ作ったんですねえあれかけてる何あのこれ、はい、なんかお土産いろいろ持ってきたんでああこれは俺タキシーって書いてあるからこっちはなんだこれはお兄ちゃんのお兄さんあと君ちゃんのもあるなえはいはい君へつのもありますあとりあえずはいなんか仕事しろってうるさいんで仕事しますかはい終わりましたはいじゃあまたはいどうも忙しいようで忙しいようでたっちゃんも忙しいようで朝から何も食ってねえからなんかねうちら二人で寝れっこしてあ焼きそばどうもどうもどうも今日だって視聴者さん遊び来たび小野寺さんに小野寺さん小野寺さんって言っていいんだよないいんだ俺のナビチャンネルでもさっき撮ってたからあとふみゆきもいたなだだふみちゃん先生なふみちゃんなんかうちらこの変な光景だよその人だからジロジロ見てとこのカメラ撮りやがっていいのいいのとりあえずねたっちゃんあのうちのあのイベント会場に、はい、焼きそば買いに来てくれましたたっちゃんは俺のこと取りに来ました、はい、ちょっと小野寺さん探しに行きます行くべはい、はい、行ってらっしゃいはいたっちゃんはねカメラ持って俺とか遊び来たからはい久美ちゃん先生と小野寺さんが来てってことほら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 なんか撮られてるよ撮ってる撮ってるねはい遍路はるばるありがとうございますはいほらたっちゃんさ4月のさ第4回見なかったの君タッチャンネルのね、撮影風景でございます裏の裏でございますなんかね、はい、タッチャンネルの方でもね、あの久美門さんとね、小野寺さん来たので撮影してたようなんでね私も仕事の合間で撮ってみました撮ってるな、とりあえずは、はい、私まだお仕事残ってるんでお仕事をしてきますんで、はい、あのこの内容気になる方、タッチャンネル見てみてくださいはいはよー、じゃあピンちゃんピッチャー、はい、今日はなんか視聴者さん続々来んなはいえ先の小野寺さんもあっちでたっちゃんと喋っていけるよこの他もみんな来てくれんなきゃなはいえはい昨日親分も来たもんなきゃな来ましたえ、はい、ボスはいえボスにちょっと笑顔振りまきこっち向きはい今日はね金ちゃんのこと可愛がってくれてる先輩もわざわざこの日に来てくれましたなあ
え、走っておかげてお見送りまでしたな、め、はい、え、ただ誘導しました。誘導したのか。まだ遊びに来てください。はいよー、じゃあね、また新たな視聴者さん登場しましょう。どうも、はいよー。今日バイクじゃないですか。バイクです。ちゃんとバイクも持ってたんで。はい、今日はあのケンちゃんの焼きそば買いに来ました。あ、ケンちゃんの焼きそば、はい、あ、ケンちゃんテントで待ってますんで。はい、じゃあ支店長よろしくお願いします。はい、どうも。ちょっと行ってきます。磨き焼きの支店長が焼きそば買いに来ました。はいはい、じゃあたっちゃん、はい、じゃあ、あの、にぎやかの男がどっか行くっつうから、にぎやかの男ね、うん、じゃあもう放置して帰ってください。はいはい。グッドボタン、グッドボタン、グッドボタン。おじさんまだ。じゃあお気をつけて、また後で。はい、じゃあ私もお仕事戻ります。はい、どうも、あ、きっちゃん、はい、ああ、おめえ支店長がおめえお土産持ってきたぞ、これ。これじゃじゃん、ビンビンになるようで。これでもケンちゃん飲めないっすね。やばいっすか。やばいっす、糖尿なんで。ああ、やばいっすか。代わりに俺がガン飲みしますから。よろしくお願いします。俺の これ飲んで、あのビンビンになりますから。ありがとう、よろしくお願いします。リボビザン D って書いてからデブりますね。はい、お心遣いありがとうございます。あとゴミは捨てますから。はい、はい、曲がったっす。あ、ありがとうございます。すいません、あの、はい、チョコバナナ、はい、ケンちゃんのより大きいやつください。全部ケンちゃんより大きいです。はい、じゃあとりあえずお土産もらいましたので。ありがとうございます。はいよー、今日はね、続々視聴者の方がやってまいってます。あ、どうも。どうも、はい、すみません。うちのまだまだヘビーユーザー、去年もいらっしゃいましたね。はい、はい、元気さんでございます。はい、どうも、はい、元気さん、元気のある元気さんです。はい、すみません。なんかお土産いらないぞ。今日も見分けだ。すごいね。はい、去年もなんかいっぱい持ってきてさ、はい、困っちゃったよ。はい、じゃあ、あの、こんなにお土産いっぱいもらって申し訳ないんで、俺のステッカーでもやってきますか。じゃあとりあえず、あの、はい、ステッカーあげますんで、はい、うん、じゃあこれからも応援よろしくお願いします。はい、どうも。はい、はい、ありがたい限りでございます。はい、はいよー。じゃあね、はい、今うちの隣のテントもね、出店準備始まりました。はい、どうも。はいよー。はい、ピースでやってまいりましたね。はい、今から準備するから。ガクト先輩と一緒に。あ、ガクト先輩どうも。あ、どうも先輩。よし、やれ、俺見てくから。監督な、このパイプはホッチョー君だ。あ、オッケー。あと風強いから重しはバッチリな。はい、あ、じゃあとりあえずはビシビシやってください。はい、はい、分かりました。はい、じゃあカメラ回してるとね、手伝いないでカメラ止めます。はい、はいよー。じゃあね、今とりあえずね、はい、骨組みの方だけね、頑張ってくんでね、ちょっと今風強いんでね、風の状況を見ながら屋根の方を張りたいと思いますね。どうしてもあんまり風強いとテントの屋根張らねえやんな。この間に今重りとかいろいろ取りに行きましたね。はい、私は自分のテントでまた作業します。はい、はいよー。じゃあね、うちのゆうたくんね、学校終わりの時間なんでね、ちょっと学校の方にね、迎えに行ってみたいと思います。だいぶ風強いけどね。テントの方はね、お兄ちゃんと、あ、お兄ちゃんじゃない、ケンちゃんとママちゃんに任せて、お兄ちゃんちょっと買い出してたんで、私はゆうたくんのお迎えに行くわけです。はい、またいー。はいよー。じゃあね、はい、ゆうたくんお迎えに行きました。おかえりなさい。ただいまー。今日は学校楽しかった？うん。あー、そっか。今日またさ、あっちのセデッテ菓子までお店出してんじゃん。うん。あっちに行くからさ、ゆうたどうする？お家行く？それともお仕事一緒行く？行く。行く？あ、じゃあ一回お家に荷物置いて宿題とか持ってから行こうか。よし、そういうことで、とりあえず無事にゆうたくん迎えに来たんで、今から一回自宅に戻って、その後にまた現場に戻ります。よし、じゃあ行こうぜ。はい、はい、はい。じゃあね、先ほどね、小野寺さんね、遊びに来て、ふみもさんと出かけたんだけどね、今帰ってまいりました。はい、で、はい、なんか車に、ね、来るたんび違う車で来るんですけど、あ、来た来た来た。あ、どうも、おはようございます。こんにちは。あ、どうもどうも、おかえりなさい。忙しいですね。南相馬くんのはいいですけど、忙しいですね。あっちもこっちも。ところで何持ってるんですか、これ。何ですか。60過ぎると、ええ、肩こりひどいんで。手放せないです。今ここ塗りながら歩いてますね。よく見てますね。いやー、ところで俺、気になったんですけど、さ、これ何 SS ターボって今回、なんか前回もさ、あったじゃないですか、このロゴでさ。そうですね。あったっすよね。D182 ターボですね。で、コペンの。ダイハツ。今回もなんかあるんですよね、これ多分。何なんですか、これ SS って。これはね、あの、コペンの。コペンの。スポーツタイプなんで。ええ、ただ今度、
今新しく作って、SS ターボ、これは、サザン相馬、サザン相馬、南相馬のターボ、南相馬を駆けつけるっていう仕様なんです。毎度考えてくれるもんですね相変わらず。竹ちゃんのために、山田くんいないから座布団はないですけど、うまいですね。サザン相馬の SS ね。そうですよ、うまいな。俺毎回思うんですけど、コメントも素晴らしいですよね。いや、そんなことないです。なんかこうね、一節二節とこうね、いろいろ考えるもんね。これこのおかげじゃないでしょう。インド目指しあの肩こりがひどくて、肩こりひどいさ、長時間の運転にはご気をつけください。4時間半ぐらいかかる、かかるもんね。やっぱりこれ欠かせないです。やばい。お土産も小手ちり持ってきてね。何時間いました？そうですね、だいたい6時間ちょっと。まあうちだけじゃないですけどね、うち行ったりピース行ったりで、ね、あの不明もさんとかたっちゃんとか来て喋ってましたけどね。いや、いつもありがとうございます。そんなことです。これからも応援よろしくお願いします。ね、あとは夏ですか？夏ですね。あと住民票いつですか？そういう感じでしょうか？ああ、迷惑です。いつでもそもそも。またぜひ後で、あの戻りやすいですもんね。そうですね、これから戻りますんで。了解了解、はい、いや、ね、ありがたい限りでございます。じゃあ皆さん、あの連休中、ぜひお越しください。せでせでてかしば田島に、はい、お越しいただくようによろしくお願いいたします。わかりました、ありがとうございます。はい、こちらあの宣伝部の小野寺さんでございました。いや、広報部でございます。インドメタシーもよろしくお願いいたします。了解、また。はい、どうもお疲れ様でした。はい、はい、じゃあね、はい、うちのヘビーユーザーもね、今帰りましてね。あ、ケンちゃん、はい、帰ったな。ふみもんさんと小野寺さんな、はい、え、6時間になるんだ。6時間、はい、すげえな。テントに戻ってきて仕事したら、うちのゆうたくんもなんかお手伝いしてましたね。頑張ってるな。学校終わって帰ってきておめえ、テントの中でファイトしてんだぞおめえ。小学校3年生だったのに。やるなこいつ。はい、あ、頑張ってんな。はい、じゃけんお小遣いやっとけ。代わりに帰りました。代わりに帰るためです。はい、とりあえずね、あの塩沢さんも帰ってね、まだこれから夕方に向けてね、今からまたみんなで頑張りたいと思います。たぶん今日2日で、5月2日でしょ。明日3日で本格的な休みなんで、明日誰からね、バタ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 忙しくなると思うんで、今日もなんかその感じで、ここから人増えてきたんで、ここから休みとこもあんのかな、結構ね。あ、とりあえず、はい、みんなでまだ夜まで頑張ります。焼きそば焼いてきましたね。はい。あよー、あ、金ちゃん、金ちゃん、なんだ、何やってんだ、ポテトあげる。ああ、今から学生来るけど。今から学生来んの？今日学生来ねては休み。あ、今日学校か。学校な、でも今日バスとかは少ねえな、学校でもな。今日午後からちょっとずつ車増えたけど、なんか一気に6時になったっけ、一人なくなったな。え、一周3時から5時半くらいまでいたけどな。いやいや、まだ早いです。もうそろそろ閉店です。いや、まだまだ閉めますね。おめだけですか、帰るの。ただいまの青森山田2.5。おっと、じゃあ帰りに寄るよ。寄りますね。寄っちゃうな。ちょっとだけ開けとかない。いや、あんまり無駄に開けんな。あの状況見ながら開けるんで、なんとなくだけ作っててください。気に作れっつうのな、ガンガン作り始めるかな、おめ。ケンちゃんに言うとエンドレスで焼き始めるんで、ほどほどでいいよ。はい、じゃあとりあえずお客さんも来たんで、ケンちゃんほどほどに作っててください。はい、よー、じゃあね、はい、夜もだいぶ更けてまいりました。はい、とりあえず誰も歩ってません。こっから画面通してみるとまだ明るく見えるけど暗いだな。あ、うるさいね。あ、また携帯いじったんで、なんだなんだ、もう帰る時間だと思ってるわ。はい、え、はい、まだバイトだべ今から。え、なに、いやいや、パチンコだべ。手首の運動。それ今だ。今日バイトだ、はい、明日もバイト入ってんの？明日も入ってると思う。やばいと、明日から忙しいんだぞ、ね、明日は死んじゃうぞ、ね、6時には上がります。帰れねえぞ。帰ります。状況的に多分帰れないと思います。おはようございます。いや、明日いますから。これ何、まんちゃん、まんちゃんいる。はい、なんだ、足痛い、ケイツ押して、足痛いです。まんちゃんな、体重重いから膝に来るのな。しょうがない、やべ。しかもここ下斜めだからな。
ずっと立ってるとなんかおかしくなってきたな。あの斜めのお家にいる感じになるもんな。忘れ歩けないですよ。そんな平行感覚かな。こういうふうな家から帰れや帰れや、はい、ママちゃんとゆうたくんはなんか食堂にご飯食いたし、お兄ちゃんはどっかに行っちゃったから、とりあえず俺、はい、一人で店回してくれよ。青木さん来た、はい、やるぞやる、いらっしゃいませ。とりあえずな、けんちゃん帰ったら俺一人でやってるんで物作りだから売っていきたいと思います。お客さん来てしまったので、じゃああとは金ちゃん見送ってきて動画を回します。はいはよー、じゃあね、はい、お兄ちゃんも帰ってきてね、本当にそろそろ金ちゃんがもう退社の時間でございます、はい、本日もお疲れ様でした。いや明日もまだこれで時間に来て、はい、糖分補給しない。ああこれまずいっすね。食ったらやべえだ、はい、倒れそうになったら食い、じゃあ今日も夜頑張ってきてな。はい、すいません。明日明日で待ってくれよ。待ってっすか。ちゃんと来いよ。はい、サボんなよね。はい竹下先生、おぎりむずじしたって言うなよ、おめ、はい、え、そんなあんた早い、え、4時ぐらいに、4時夕方だべ、それおめ、まあせめて午前中には来て、あ、午前中せめてな、はい、11時59分まで来う。あ、ごめんなさい分かった、はい、まあ、緊張はな、こんなこと言ったら早く来るかな、はい、え、早で、早で残業だから、はい、無理です。とりあえず本日緊張終わりなんでね、はい、ああもう帰れは、はい、もういいは、すいません、あと俺やっとくから、はい、よろしくお願いします。ああやったくねお兄ちゃん来たからな、はい、どうですか。じゃあ俺見送りすか、はい、見送り、見送りすか、いいですよ、いいですよ、いいですよ、金ちゃん帰るんでちょっとあの駐車場まで見送るんで、よし、どうぞはよー、じゃあね、はい、うちのテントの隣ね、はい、おらいのテントの隣、おらいのテントあっち、おらいのテントからぐーっと、はい、こっち宇治のテントね、宇治のテントから隣にぎゅーっと行きますと、はい、ピースのテント、おもちゃ屋さんね、5月の3日からね、おもちゃね、くじ引きとか輪投げみたいのとかね、いろいろ、はい、はい、どうも、今回なんでくじ引きと輪投げ、うん、くじ引きと輪投げと、うん、あとメダカすけ、メダカすけ、うん、ああメダカ入れたってたんな、メダカ入れた、ああ最近メダカ結構高いんだけどな、ね、流行ってるみたいね、な、金魚よりちっちゃくて取りづれで難しいと、難しいよな、ポイ硬いのか、あれポイは硬いやつ、ああでも早いからなまあメダカ流行ってっからいいで流行りな、メダカすけ、メダカすけ、あとはなんかこれ、はい、くじ引きの景品か、これそうそうそう、とまだ、ね、準備終わんないけどね、いろいろあるんで、はい、子供来てもね楽しめると思いますね、これね、まあ子供の日だからな、基本なまあ気合いして頑張ってください。ごめんなさい、よろしくお願いします、はい、私は隣で一生懸命やってくからよ、うん、よろしく、うん、あったあった、じゃあ頑張って、バクトはここにプロプロしてるんですね、あの野郎ちょっと鍵つくからよ、言っちゃった、ビシッてつくから、うん、ちょっと学長探してビシッていってきます、はい、あれは分かんない、よー、僕と急げもやってっからね、はい、お宅の社長にビシッと言ってくれたって言われよ、はい、ビシッ、はい、物運びしてたんだな、物運びしてた、今日は残業だな、そうですね、え、はい、まあ終わるまで帰んないよ、おめ、はい、終わりました、え、終わりましたな、はい、頑張って、お疲れです、まだまだ終わんねえべ、まだ、ね、うん、なこの片準備するのが大変なんだな、はい、準備と片付けが手間かかるんで、あ、まあ二人で頑張ってやっててください。はい、はい、あと力仕事だって困った時は声かけてください。わかりました。お願いします。もうねびけど。はい。はい。学徒くんも頑張ってるようです。はい。はいよー。じゃあね、はい、だいぶ遅い時間ですけどね。はい。ピースの方のテントね、終わったね、やっとな。終わったね。あと明日の朝だな。7時ぐらいに来るの？うん。4時？4時？うん、7。7? 7? 4時とか4時は早いな4時ぐらいにおもちゃ売ってても誰もやんねえの、はい、7時ぐらいからね来て準備してあげるみたいですけどね、あ明日から、うん、ピースは何だ、345っていいのか、345677まで、いい、あ7まで、うん、5日間、うん、共に頑張ろう、頑張りましょう、俺は28から行くからな、27から準備して、27からいいんだな、俺半分か、あ疲れちったよ、ね、いやでも今日なちょっと寝たかんな、いつもよりお
せっかな。明日ガクトも来るんだな。行きます。あ、終わった。はい、じゃあとりあえずあの明日まだ会いましょう。はい、うん。俺まだちょっとお店開くから。うん。かまってらんに。じゃあまた明日はね。はい、お疲れ。はい。じゃあもう少々私自分の店戻ります。はい。はいよー。じゃあね、夜もだいぶ遅くなってね、隣のピースの方もね、ただあの準備の方終わったんでね、はい、動画の方ここで締めたいと思います。本日はね、やっぱ夜ね、少し午後から3時4時ぐらいからね、お客様の方ね動き始まりましたね。 あとは明日3456が3456、ね、どのぐらい人かかね、楽しみにやりたいと思います。あ、今日はぼちぼちでございましたね。日中よりもなんか午後からだいぶ動いたと思います。よし、明日も頑張りますんで、はい、皆様応援よろしくお願いします。本日は帰ります。よし、じゃあまた皆様会いましょう。グッドボタンチャンネル登録よろしくね。バイバイ。いや、朝晩寒い、いきなり寒い。お客さんも震えて買い物来ます。